ちゃ。こんにちは。はい。はい、湯高さん来ましたよ。この時間が。この3連戦を振り返るね。はい。ということですが、はい、今回もちょっと2試合というところとかあったし、はい、ちょっと変則になってきてるよね。そうですね。月曜日にあった試合もあったしさ。はい。なので、うん、まあ一概に3連戦ではないところもあるのですが、うん、これはタイトルなのでこのままいきます。うん、ただ、はい、ね。はい。はい。読んでください。いよいよ点灯？ねえ。早くないですか？早いよね。何が点灯するのか分かんないけどね。はい、こっちは？ここに来てコロナ目って。ああ、これはね、大きいよね、コロナっていうのは。こう、少しずつ落ち着いてきてるのかなっていうところで、本当な。ここに来て、またコロナの影響が出てきているというところでしょうか。うん、ね、はい、まあこれについてもちょっと話すけども、はい、はい、まずセリーグからね、はい、見ていきましょう、はい、はい、赤枠が勝ち越しのチームで、はい、DeNA3 連勝、ヤクルト3連勝、はい、巨人と中日は2試合だったので1勝1敗ということでした、うん、あの地方行ったからね、はい、まあ2連戦ということだったんだけど、はい、まずは DeNA 対阪神、今回はあのあれですねもう連勝のチームが勝ち越しということでしたね。そうだね、うん、はい、DeNA の野球が少しずつ変わってきて、はい、やっぱスピードが出てきてるね、うん、森ケイトっていう選手も使って、はい、あのショートでね、はい、そういう選手がスピードを持ってるし、うん、なんかこうやっとこれ変な言い方だけど体が動き出してるというかさ、うん、躍動感が出てきた、うん、で3戦目の昨日のゲームの太田大志の初回の偽装、はい、1・3塁からね、はい、で本当だったら牧の打球がゲッツーになるところを、うん、太田の3塁ランナーが偽装したためにゲッツーを諦めてホームに投げたんだよね、うんうん、まあ、それがランナー両方残ることになって、まあ、宮崎のタイムリーで2点追加したとか、うん、まあ、非常に最後のサヨナラのシーンなんか太田のスライディングこう見事だったよね、あのキャッチャーのかわし方とか、うん、はい、だからそういうことができるようになってきたし、うん、まあ、ピッチャーもあの石田とかが勝ったしね、はい、うん、で3戦目は中継ぎはちょっと頑張ったけど、で阪神はね、はい、火曜日水曜日に勝てないっていうことがあるね、これはねやっぱりローテーション的に西勇輝とガンケルが投げるんだ、はい、この2人にね勝ちがついてないのよ、だから火曜日水曜日に連敗することっていうのが、うん、ここのとこ目立ってきた、うん、で DeNA は日曜日に勝てないというジンクスがあってさこの前ちょっと勝ったんだけどまた負けてみたいな、はいはい、だからそのローテーション的にちょうどそういうところが弱い部分になってるのかなという、うん、まあ青柳、伊藤とか投げてる時っていうのは非常に安定して勝つんだけど、はい、やっぱ火曜日水曜日に勝てないよね、うん、だからここら辺がやっぱちょっと問題があると、それはもうピッチャーが頑張るということ以外の対策は、まあそうだね、それか、うん、まあ、ちょっと気分的にローテーションの入れ替えをしてみるとか、はい、まあこれ今からやると大変だから、ね、オールスター明けぐらいにちょっとローテーションをいじってまんべんなくこう勝てるようなそういうローテーションを少し考えた方がいいかもわからんね、うん、なるほど、だからまあそういうような意識をして見てたんだけど、うん、まあやっぱ火曜日が負けた、水曜日が負けた、うん、まあ、木曜日どうかなと思ったら逆転サヨナラで勝ったと、うん、DeNA がね、うん、だから非常に DeNA はここのところ乗ってきてる、うん、あの、で牧の状態がちょっと悪いんだけどもさ、はい、他はやっぱり宮崎が支えたり佐野が支えたり、うん、他支えられるよね、うん、で阪神の方は大山が悪かったら前に佐藤が打ってくれるんだけど、はい、だけどなんとなくこう大山の下がサポートできてないよね、うん、うん、だからそういう意味では大山一人こう今までの動画は言ってきたんだけども、うん、少しちょっとサポート役に誰か出てくるといいなって思うよね、うん、だからまあせっかく3連勝で乗り込んだのに3連敗したというね、うん、まあ、阪神にとっては非常に痛い3連敗になったけど、まあ、DeNA の方はすごく勢いのつく3連勝だったね、うん、これからすごく期待ができるようになってる、はい、で広島やヤクルト、はい、ヤクルトは止まらないですね、村上様だね、すごい、やっぱりただね広島の方も考えなきゃいけないのが、はい、同じ方向に同じ球種で何本も入れられてるんだよね、うん、だからそこをミスらないっていう村上も素晴らしいけどだ、はい、やっぱ少しやっぱ考えた方が良かった、うん、ただ3連戦
はい、もう3試合目、はい、まあ、昨日だよね、うん、それはやっぱりね、インサイドバンバン攻めて意識させておいての変化球とか、はい、まあ、対策はやれば抑えられたというね、うん、そうですね、だからなんで最初からやらなかったかっていうことがちょっと問題だよね。もうその2戦があっての3戦目の対策なんでしょうかね。そうなんだ、うん、だけどもうヤクルトは強いわ、うん、これはなぜかというとさ、延長に入ったんだよね、マクガフが同点に追いつかれて、はい、3戦目ですかね、3戦目ね、はい、で11回12回に出てくるピッチャーがさ、うん、清水、はい、田口って出てくるんだよ、うん、そらね、そこをあそこのイニングまで温存できるヤクルトがすごいわ、うん、で決勝点叩き出したのがルーキーの丸山という、そうですね、うん、5番に入ってね、で村上が申告敬遠される、うんうん、いやすごく悔しかったっていうインタビュー、それはもう当然あなたと勝負しますよみたいな相手はね、うん、でもそこを打ち返していくっていうあたりがさ、まあ、すごいね、うん、だから広島も悪くはないんだけどさ、うん、ちょっと耐えきれないんだよね、うん、あとこう対戦カードの巡り合わせっていうのもあるね、ありますかね、うん、で競り合いをしながら後半に行くとどうしてもやられるね、うん、やっぱこっちがピッチャーがいいだけに、うん、ヤクルトが、はい、うん、で前半からやっぱり点を取られるようでは、うん、やっぱりヤクルトには勝てなかったというね、うんうん、ただ小園が当たってたりだとかさ、そうですね、うん、2試合連続ね、うん、猛打賞だとか、はい、そのうちホームランも含まれるというね、うん、はい、で秋山が入った、そうですね、これ今回のビッグニュースの一つ、そうだね、はい、今日昨日か、はい、昨日入団会見が行われたけど、ね、はい、なんかブランクを感じさせないようなフリーバッティングだったよね、うん、どうですかね今後、いや今後楽しみだよやっぱり ね広島にとってはやっぱり上本をね一番に使ったりだとか、うん、野間を使ったりだとか、うん、いろいろ固定ができなかったんだよね、はい、そこに秋山がどこで固定するかわからないけども一人固定になるっていうことは一、うん、人レギュラーができるということだからさ、うん、それだけでも広島って大きいよ、うんうん、だからいつのタイミングで使い出すかっていうのはわからないけども、うん、非常に体も動いてると思うし、フリーバッティング見てても何らかの問題もなく打ってるしね、うんうん、だから非常に早く見たいなという、ね、そんな感じがしてきた。いつだろう出てくるのはっていうのがすごく楽しみですけど、ね、うん、まあ、戦力としてってもちろんですけど、やっぱこうね入ってことで周りの選手に与える影響っていうのもやっぱり、うん、だからね、悪い影響を与えるやつもいるんだけど、はい、秋山はね、絶対いい影響しか与えない、うん、これなぜかというと、やっぱり人間がいいもん、うん、だから、そういう意味では非常にいい選手を取ったなっていうね、なるほど、そんな感じがする。まあ、技術的なことでも刺激を受けるでしょうし、うん、まあね、戦力として一人入るとみんなもっと切磋琢磨してっていうところもありますか、ね、ただ入団会見をした後の試合で上本がおかしくなったけどね、はい、おかしくなった、やっぱ秋山が来ると一つのポジションがなくなるから、うん、せっかく頑張ってた上本が可能性としたらなくなる可能性もあるからさ、うん、だからまあそういう意味では非常に上本が硬かったけどね、うん、まあ、ただヤクルトには今どのチームもあんまり勝てないよ、うん、ね、はい、そしたらこう 0-3 だったけどさ、うん、あんまりこう深刻に考えないように、まあ、秋山が入ってきたし、はい、うん、いいニュースもあったわけだから、うん、ね、次切り替えてやっぱ頑張ってほしいよね、ね、まあ、内容的にはそんな、まあ、3戦目なんか悪くなかったし ね、 そうですね、うん、もったいない試合だったよね、次のカードにつながるかなというところですか、まあ、そうですね、はい、はい、で巨人中日、はい、うん、巨人の戦勝で始まった、うん、だから戦勝で始まったのはヤクルト戦の流れがあったよね、とにかく打ち合いやった流れ、うん、だバッティングが非常に上がってきたっていうことを話したと思うんだけども、はい、その通りの1試合目は、戦い方だったよね、うん、ただ2戦目、はい、中日が連敗中、連敗を止める形になったんだよね巨人相手に、はい、そうでした、はい、ね、やっぱりね巨人は中継ぎ投手陣が、うん、不安なだけに、うん、まあ負けた試合っていうのは山崎伊織っていうのが、はい、投げて同点の場面で降りてるんだよね、うん、そうなってくると
中日のリリーフ陣の方がいいだけに、うん、あこれ部が中日にはあるなっていうふうに見てたのね、はい、その通りになるね巨人も、うん、やっぱ中継ぎ陣がねちょっとね心もとないし弱すぎる、うん、これじゃやっぱね苦しいと思うよ、接戦に弱い巨人になってしまう、うんうん、そうならないためにもやっぱ中継ぎ陣の強化、うん補強、うん、7月いっぱいだけどね、今月いっぱいで補強が終わるから、はい、その中でどう補強ができるか、うんうん、それともしないで中の人間を調整させてやるのか、うんうん、この先の課題が見えた試合だったね、うん、2戦目は、うん、なるほど、うん、で中日の方はやっぱ故障者もいるし、はい、なんかね見てるとね安倍一人で頑張ってるっていうようなね、うん、そんな感じがするしね、うん、で高橋周平がもうちょっと頑張らないと、うん、やっぱ苦しくなるし、なんか石川の手術っていうね膝の、はい、あだから長期もう離脱は決まったみたいな、今シーズンはもうダメっていうことだから、うん、せっかく使おうと思った選手がいなくなるというね、うんうん、だからまあそんな明るいニュースはないんだけどもさ、はい、まあとにかく頑張るしかないしね中日はね、うん、まあね連敗が止まったということで少しちょっと気持ち的には、うん、そうだね楽になりますね。だから、ね、初戦に止まって2戦目負けたんじゃなくて、はい、2戦目に勝って、勝ってるというのがあの昨日ゆっくりできたと思うから、はい、だから気分的にはね、はい、まあ、次のカードには、うん悪い気持ちでは少なくともね、うん、行くことはないと思うよね、はいはい、で、全体的に言えることが作戦変更、はい、鍵はスタミナと選手層、はい、これはどういうことかというとさ、うん、まず作戦変更っていうのは、はい、もうヤクルトが、ねうん、今日あの DeNA に勝ったとしたら、うん、マジックが出ちゃうんだよ。早いですよね。早いし、はい、もうほぼなんていうの、まあ、優勝にないと言ったらもう変だけど、まあ、もう近いよね。よっぽどのことがない限りという感じですか。うん、そうだね、うん、もう村上が怪我する、うん、山田が離脱するみたいな、で先発ピッチャー2人ぐらい離脱するって言うんだったら話は分かるけど、うんまあ、よっぽどのことがない限りやっぱトップをずっと走っていくよ。そうなった時に鍵はスタミナと選手層、うん、なんていうのかな、2位狙い、あ作戦変更っていうのは優勝を目指してっていうところ、まあ、みんな目指してたと思うんだよ。そうですよね、うん、だけど、はい、クライマックスシリーズを目指して、なるほど、方向転換をしていかないと、まあ、そっちの攻め方でトップを狙う。そうそう、はい、だからヤクルトはもうほっといてもいいから、うん、こういう戦いに負けない、ここには負けても仕方ない、うん、こういうところには負けないと、こういうカードには。なるほど、だからそういう方向転換、ローテーションもそういう風に組んだ方がやっぱいいと思う。もうそういう風にして確実に A クラスに入るという作戦、うんうん、そうだね、はい、うん、でまあスタミナと選手層って書いてあるけどさ、はい、ヤクルトはさ、まあ、さっきも言ったように、うん、選手層熱いわ、うん、やっぱり清水、ね、田口っていうのが11回12回に投げてくるぐらいの余力を持って戦ってるということ、うん、でスタミナもあるわ、はい、ね、だから他のチームもそういう風になれるようにやっぱやっていかないと勝てませんよっていうことだよね。うーん、まあこういうことがセリーグでした。はい、はい、では続いてパリーグですね。パリーグでーす、はい、はい、こちらはもともと2試合そうだねというところで、西武が2連勝、はい、で楽天オリックスは1勝1敗で、はい、でここソフトバンクロッテの試合はソフトバンクコロナの陽性者がすごく出てしまい、ねうん、ちょっと今試合ができないような状況ですね。まあ、そうだね、コロナの中でやったんだけどね、うん、鷹の祭典ということで、そうです ね盛り上げようというイベントが、ね、はい、まあ、それがコロナによって、うん、ロッテに惨敗を喫したという、うん、まあ、明日からの試合も中止になってしまったというね、はい、まあ、そういうことが発表になってるわけだけども、はい、まずはやっぱ西武と日本ハム、はい、やっぱ西武はピッチャーがいいわ、うん、これはね数年来
聞いたことのない西武のピッチャー悪い悪い、防御率あんなにフォアボール出してっていうことをずっと言われてた、はい、でも俺言ったと思うんだよ、はい、西武は東証国になるって、うん、今年やっぱ証明してきてくれてるよ、うん、うん、まあ日本の相手にね、うん、まあ連勝したんだけど、はい、だから非常に打つ方も良くなってきてるし、うん、これから来るよ西武はやっぱり、うん、うん、次に行きますか、うん、来ると思う、はい、あの松本もね、はい、あの 帰ってきていいピッチングをしてる、うん、今井もなんかファームに投げてて、うん、なんか状態もいいらしいから、うん、まあ、そのうち全員が揃ってくると思う投手陣が、うん、あとはやっぱ隅田、はい、ルーキーの、ルーキーのあのピッチャーを勝たせなきゃいかん、うん、これはもうずっと言ってることですか、ね、そう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 ね、はい、で日本ハムの方そうだなもうなんかね言いようがないんだよね、ただ近藤が帰ってきて、うん、あの打線に厚みができたっていうことね、うん、だから、うん、戦うことはできるにしても、うん、やっぱ結果が出てこないといろんなことを試してそれがプラスになっていければいいんだけど、うん、今のところそのプラスっていうのは見受けられないということで、うん、まあ、それとビッグボスもいろんな選手を使って、はい、しつこく使いながら我慢しながら使ってる、うん、ただね成長度が遅すぎる、うん、うん、まあ、いろんな若手例えば清宮だとか万波だとか、はい、いろいろ使ってるけども、はい、この若手のね成長するスピードがね、うん、ちょっと遅すぎるわ、うん、万波に至ってはちょっとマイナスになってきてる可能性がある、すごくいい時ありましたよね、よかったよな、はい、ホームランパクパクってな、はい、だけどなんかこうやっぱ結果が出ないと焦るんだろうな、うん、だからそういうところでちょっと入れ替えをした方がいいかもかなと思うんだよね、うん、なるほど、ということで楽天とオリックス、はい、うん、やっぱさすがだね、則本は、うん、あ、則本がちょっと打たれ抑え打たれ抑えとか、うん、いろんなこうちょっと波があったんだけどさ、はい、投げてもここに来てちょっと安定してくるようになったね、うん、だから自分のリズムができて自分のなんかこう体調だとかそういうことも良くなってきてるんじゃないの、うん、だから則本がしっかりしてるだけに大きな連敗は多分しないと思うけども、うん、やっぱオリックス相手にはやっぱりよっぽどピッチャーが頑張らないと勝てないということ、うん、でオリックスの方はやっぱピッチャーがいいから、はい、ちょっと打ったら勝てるということ、うん、ね、だからまあ吉田正尚もさ、はい、もう帰ってきてるし、うん、杉本もね、うん、徐々に調子も上がってきてるし、はい、うん、だから非常にオリックスは楽しみだよねこれから、うん、で楽天はこの暑さによって野外の球場だから、はい、スタミナが持つかどうかっていうのもね、もうちょっと心配だけどね、今シーズンの暑さはちょっと今異常なところになってるので、うん、そのあたりも心配ですよね。そうだね、だから、うん、まあ6月の末から暑くなって、はい、なり始めて梅雨明けも早かったですし、早かったしで、まあ、40度近いというね、はい、そういう気温の中でやらなきゃいけない、うん、まあ、それが8月末、まあ、9月の中ぐらいまで続くのかな、だから毎年そのね、うん、その夏場に落ちるって言われてるから、はい、だからそこら辺をどう踏ん張っていけるかどうか、うん、ね、だから頑張らなきゃいけないし、はい、まあ、オリックスの方は本当にピッチャー陣が揃ってきて、うん、もうすごいスタッフを揃えてるからね、うん、まあ、田島であったり山本であったり山岡であったりとか、うん、宮城であったりとか本当に勝てるピッチャーが揃ってるだけに、はい、ちょっと打てば本当に浮上していくし、うん、昨年の姿に戻りつつあるね、オリックスはね、はい、うん、で、ソフトバンクとロッテ、はい、うん、ソフトバンクはもうコロナにコロナの感染者が、まあ、濃厚接触者も含めてね、はい、ものすごい数が出てんだよね、しかも主力にも出ていて、ちょっと試合がなかなかできないような状況ですよ ね、 そうだね、うん、だからもうこの一勝ロッテがした時には、うん、まあ、柳田も出てないし、柳田はベンチにいたんだけど、はい、コロナとかじゃなくてね、うん、いたんだけど、まあ、ちょっと体調不良なんだろうね、うん、でここにはもうグラシアルもいないし、はい、もうね全員抜けたような状態でも戦って、うん、やっぱ勝負にならなかったね、う
ただロッテはその中で打線をつなぎながら、はい、勝っていったという、うん、で4番に安田を使ってるけど、うん、まあ、安田が少しずつなんかまた良くなりつつあるのかなっていうようなね、うん、そういうところも見せてくれるし、はい、だから軸ができると非常にロッテっていうのは打線がつながったら、まあ、勝てるチームだけに粘っこいチームだしね、うん、まあ、これから、まあ、このチームも楽しみだよね、うん、はいはい、でロッテの、あ、ロッテじゃない、コロナの影響はソフトバンクだけじゃないよと、うん、これはね大きく流れを変えてしまう可能性があるよと。このソフトバンクのコロナの陽性者発生ということが、うん、このリーグ全体の流れを変えるということですか。そうだね、おそらくソフトバンクは、うん、そのコロナ出て体調がすぐ戻っても、まあ熱とか下がったりとかね、うん、いろいろしてもやっぱベストパフォーマンスっていうのは、うん、俺おそらく出しにくいと思うんだよ、うん、うん、そうなってくると少し時間がかかる。そうですね、時間がかかるということは、うん、今1位にいるけども、はい、ちょっとわからないよと、うん、でソフトバンクだけじゃないよと、うん、ね、コロナの影響はということで、はい、ちょっと順位表をね、はい、ちょっと見てほしいんだけども、はい、これが今の順位ですが、はい、まあ、パ・リーグから見ますか、うん、パ・リーグからこうね、はい、でさっきソフトバンクが1位って言ったよね、はい、で真逆のパ・リーグっていうことは、はい、まあ、最速マジックが出るよってヤクルト、はい、でも、まあ、パ・リーグやったら、まあ、真逆っていうのは、うん、団子状態になるよっていうことだよね。最速マジックの逆ということですね。 それはなぜかというとソフトバンクにコロナの陽性者が出た、うん、そうなってくるとやっぱこう、まあ、さっきも言ったようにベストパフォーマンスができない、はい、で今日から戦うはずだった西武との試合が中止になってんだよね、うん、そうですね、で西武とすれば絶対やりたかったはずなんだよ、はい、今のチーム状態を考えると、そうそうそう、はい、だからコロナとかじゃなくても、うん、今の状態だったら西武はベストの状態に入ってきてるから、うん、やりたかったと思うんだけど、ここで足止めを食らうということが非常に大きなマイナス要素なんだよね、西武にとってはね、うん、だから大きく本当は順位を変えそうだったんだけど、はい、だけど、まあ、真逆のパ・リーグもうまた団子になるよという、うん、まあ、そういうことが言えると思うんだよね、はい、だから一番今状態がいいのは西武、はい、オリックス、ロッテの順なんだよね、うん、うん、もうそこの3、4、5位が脅威で、脅威だと思う、上1位、2位はうかうかしてられないよ、うん、ということですね、まあ、ソフトバンクはもうやっぱり まずはコロナを治さないとね、うん、まあ、そうね、戦う集団にならないとさ、今はもう戦う集団ではなくなってるから、うん、コロナの影響でね、うん、だからまず早く治すこと、はい、まあ、ここら辺は戦う集団になってるからね、はい、はいはい、でセ・リーグ、はい、ね、もう最速マジック、はい、もうゲーム差がどんどん開いていきます、はい、で今日からヤクルトと DeNA が神宮で戦う、はい、で今日ヤクルトが勝てば、うん、マジックが多分52か53だったと思うんだけど、うん、まあ、転倒するという、はい、で2位との差 12.5、うん、ね、はい、でこの追っ手がさ、ヤクルトより状態が本当はチームに力があるのにちょっとなんか怪我人とかで低迷してるって、うん、その怪我人が戻ってくれば追っかけられるよっていうようなチーム状態じゃないんだよね、うん、完全に力的に抜けてるから、うん、だから、ね、狙うは2位3位、先ほどね、そうそう、作戦変更ということを言っていた、そうだね、はい、だから巨人の状態は本当に悪い、ただやっぱこう巨人のプライドでこう2位を死守してるけど、うん、まあ、広島は秋山が入って雰囲気が変われば A クラスっていうのは十分考えられる、うん、まあ、今でも十分入ってるからね、はい、ただ状態がいいのが DeNA だ、うん、で阪神ももう一回山を作ってくるだろうとうん、いう予想が立つ、はい、うん、だからまだまだ目が離せないよね、はい、はい、2位以下は団子に近いというか、まあそうだねただ状態がね本当にね見ていて苦しいなと思うのが、はい、この夏場に向けてね、うん、やっぱ巨人と中日だな、なるほど、やっぱ打てない投げれない、うん、うん、
ここは打てるけどね、投げてはいない。ここは投げてはいるけど打てないという真逆の感じなんだけど、はい、状態的にはこの2チームっていうのはあまり良くないね。まあただそう言っても、はい、ね、選手の頑張りでね、うん、大きく変わったりとかするので、はい、まあ、頑張ってほしいですね。はい、はい、今後この順位はどのように変化していくんでしょうか。そうだね、はい、はい、ということでした。はい。